いつもご苦労さん。これよかったら家族で食べて。お母さん、ただいま。あら、ひな子、お帰りなさい。これ今日の夕飯に使って。あ、ありがとう。最近ひな子がどこからか野菜を持ってくる。帰りも遅くなったし。まさか畑泥棒でもしてるんじゃ。うんうん、きっと違うわ。ママ信じてる。